今回紹介するのは「字のない絵本」という本ですおやこの男の子何をしているのかな歯を磨くところかなみんなでお話を作る字のない絵本ですタイトルの通り字のない絵本ですまだ字が読めない小さな子どもでも絵を追ってストーリーが楽しめます私が子どものときには字が書けるようになってから 自分でストーリーを作って書き込みました。そんな楽しみ方もできる一冊です。この本は幼い頃に母がくれた人生で初めての本です。私の人生の始まりの一冊です。母の膝の上で一緒にこの本の絵を見ながら物語を考え、膨らませていったのを覚えています。本には私の作った物語の落書きが今も残っています。今、 私は本を読むのが大好きです。三度のご飯を忘れても、本を読みふけっちゃいます。そして世界を知りたいし、もっとたくさん本を読んで、いろんな人と出会って生きていきたいです。ありがとう。ずっと一生この本を愛し続けていきます。いつか私の元に愛する子供が生まれてくれたなら、この本にまず出会わせてあげたいです。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。